ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6および 2B さんへ、定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかなーなんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2B さんらしいですね。それではまた。地域の敵排除とアクセスポイントの速やかな復旧。バンカーよりマップデータを入手。システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、 2B は。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスはヨルハ部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はーい。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認。しかも適正反応があります。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。
42からオペレーターへ。レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。オペレーターよりポッド042へ。座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、トゥービーさん。人類会議より地上で奮戦しているアンドロイド諸君、現在機械生命体との戦闘は膠着状態にある。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。人類人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。
リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。
あれは怪盗。人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは、ごきげんよう。基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体による。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げる逃げる逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。
注意して進もう。違う、こいつ機械生命体です。
界生命体。もう一体増えるなんて。ズビー、脱出しないと。あの横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答をお願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。ああ、君たち砂漠の資材つまらないものだ。何か入りよう。これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか。いや、このまま継続して機械生命体を排除しよう。了解です。あまり無理しないでくださいね、トゥビー。オペレーターより 9S、 先ほどのデータの転送が完了しました。了解です。別件ですが、
司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。推奨。当該地域の敵排除とアクセスポイントの速やかな復旧。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ 2B、 砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。
通路はどこに繋がっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。別のルートで奥のエリアに行けるかもしれませんね。